バンズインは、東京都小金井市にある浄土集計の単立人員。三号は、神田山。次号は新千音寺。本尊は、阿弥陀如来。慶長八年に帰していた、徳川家康が、江戸開幕にあたって、浄土集致音寺十三世十字、旗図を解散として招聘し、江戸神田の代に創建した寺である。家康は、この際に、白銀十貫名及び、着難秀忠も、 三百票をををして道具を整ええるとともに神田山新音院の事後を与え徳川家祈願書と定めた。慶長十五年には浄土宗の断輪が置かれ、後には浄土宗の関東十八断輪の一つとして、同宗派の構想を排出したとされる。翌慶長十六年に、旗随位は国旗になったのを機に、随位はお商人を同時の二世十字法師に定めて、 伊勢国山田の草案に引退した。元那三年神田の代における掘割の改作工事が決まったために、道地から下や池の旗に移り、十八軒四方あったという壮大な本堂と四十余りの学寮を備えて、団林としての異様を整えた。しかし、明暦三年の、いわゆる、振袖火事に累承して、道具をすべて消失してしまった。このため、万事二年に、 浅草関気町に移って、再建、本堂、解散堂及び、学四十四を建流し、その神経大地は、広さは百五十九坪ほどあったとされる。遠方三年には、徳川栄綱より、主院地五十国を給与されている。下付されたその主院場には、武蔵国豊島郡、下村幸内とあるが、具体的地名は不詳。なお、この時に、 万随院の陰号を定めたと伝わる。その後、天那2年12月にいわゆる、お七火事に類称ついで元六十一年の直学火事でも消失したとされる。元六十四年、徳川綱吉聖母、継承院の援助により、本堂、解散堂が再建された。この時の継承院の寄進額は1800両に上ったとされ、再建本堂は、張間が12件。 桁行きが十三件、一つ胸ね河原武器の立派なものと記録される。この頃から民間の自社網での流行も相まって、阿弥陀堂や薬師堂も備え、万水院は三景舎でにぎわったという。寛演三年には二十二世、両広氏和尚が同時で二人目となる一大師着用の臨時を賜る。明和九年目黒公人坂火事で累勝したが、関通商人の助力もあって、 黄金六百両余りの寄付も集まるなど早期に最高がなり、東派府づくりの京馬15件、X13 件で再建した。この後も、たびたび火災に見舞われて、道路を消失しで羅勢は推微して、再生時に48境もあった学量は、文政元年には旧境に減少し、達中寺院も5家寺段下数は13件となっていた。明治維新後に、 政府の方針により寺社寺がすべて管誘地となり、万髄院も人命細胞を提出している。これによると、この当時に安置されていた諸仏像は30体、境内地のほかに1685.28坪の境外民誘地を有していた。大正12年の関東大震災でこの道具も消失、再建するも昭和12年に自家消失、ついに 江戸時代以来の旧地を離れて昭和15年に現在の小金井市に移転。現在の道具は昭和19年52世霊道王将によって建立されたものである。昭和37年に浄土州から独立し単立となって現在に至る。北側の丘の上に奈良の東照大寺をイメージして建てられた阿弥陀道、海山道、その麓に北条塔を備えるが墓地は有しない。 また、かつての学寮の伝統を継ぐ、白道竜を設置して、断輪学徒を育成したが、現在は経済自由で中断している、神奈山新地温寺万水院。ありがとうございます。